大東亜戦争の真っ只中に輝かしき戦果と相次ぐ双方を身にし、核も平穏理に後期2602年を迎えましたることは、誠に水の力しみのところでありました。遠く感激に耐え次第であります。ここに私は国民諸君とともに謹んで政治の万歳をことぶき立てまつり、合わせて広国の流暢を祈願いたすものであります。この戦争の元旦にあたり、我々は敵の寸前にあって、現にただいまも生死を超越、身を砲弾、砲炎弾の中にさらし、寸分の油断なく、陸戦奮闘しざる将兵の上に、常に思いをいたすことを忘れてはなりません。しかして、国内に生活する我々も、また、これら前線将兵の心を心出す、寸分の油断なく、日常の生活を実施しなければならないのであります。かっかくたる朝鮮の戦果を最後の勝利へと推し進めていくためには、勝てば勝つほど何よりも心に油断が生じないように注意を怠ってはならないのであります。およそ戦争に勝つためには、物質的な武装とともに精神的な武装が大切であります。物には限りがありますが、ただ無限にして無尽蔵なるものは、実にこの精神力であります。古来幾多の戦士に称しますも、たとえ物質的には劣っておりましても、精神的に優れているものがよく最後の勝利者となっておるのであります。幸いにも我々は建国三千年来、この優れたる精神力を与えられておるのであります。芸術に際し、我々一億同胞ことごとくがいよいよ決意を新たにし、戦いはむしろ今後にあることを肝に銘、ますます士気を奮い起こして、勝ってしかもおごらん、兜の緒を引き締め引き締め、聖戦目的の本水に向かって突進していかなければならないと信ずる次第であります。